うつともオカリンです。本日も新ルール持ってまいりました。その名もスプラで囲い込み漁。はい、皆さん囲い込み漁ってご存知でしょうか。まあ、魚がねこう真ん中にいてぐるーっと網とかで囲んで囲い込んで漁をするってやつなんですけど、今回はスプラトゥーンでそれをやります。まあ、今回使える武器はダイナモ、パブロ、ガチホコ、ガチアサリ、この4つの中から1つ選んでもらって囲い込んでいただくと、まあそれだけのことですね。逃走者は4分までに全力で縫って移動できるスペースを確保します。まあ、その後人状態になったらアウト。漁師はコロコロとかで囲い込めば OK。 ほんでね、ちょっと1から4戦目がちょっと下っております。はい、で5戦目についにルールが、完璧なルールが完成したんで、もう茶番に興味ねえよって方は5戦目だけお楽しみいただければと思います。はい、それでは行きましょう。どうぞ。はい、それではスプラで囲い込み漁行きましょう。1戦目はバッテラストリートです。まあ最初1分塗るんやけど、ちょっと俺が思ってんのはね、完璧に塗らなあかんなって。うん、あんまりねこう普通の銃でババババババって撃ってたら隙間ができると思うんよ。今回は人間状態に戻ったらアウトってことなんで、隙間がなくなるように塗っていかないと逃げる時にかなり苦労するんじゃないかなと思って、僕今回カーボンローラー持ってきました。ん？ここ掘れる？あれ？ここ登られへんねんけど完全に追い込まれるやんこれ。嘘。あれ、ここで俺かくれんぼやぐらしてなかったっけ。だってこんな形見たことないもんね。マジか、やぐらも全然形違うんか、それ知らんかった。でここ、あ、ここは登れる。オッケーオッケー、ここ塗っときましょう。ちゃんと塗っとかないとね。でもここ入ったら終わりな気するから、でも追い込みっていう点ではすごいいいマップ引けたんじゃないかな。追い込みやすいこのマップで、今回初戦はダイナモローラーですね。はい、積成さんお願いしております。こういうとこ塗れ、こういうとこしっかり、マジでミスするから。よしよしよし、塗れた。結構いい感じで塗れましたね。敵陣地はそんなに塗らなくてもいい説あります。お、始まりました。さあイカ状態になれ、みんなイカ状態になれよ。オッケーか。よし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 さあ始まりました。まずはダイナモでどう分断するか。多分ダイナモのインクまたげへんのよ、ピョーンって。まず縦に分断することで、まず半分にできるよね、ターゲットを。そうやってどんどんピザ切るように追い込んでいくっていうことが大切ですね。はい、そこらへんいないっすよ。ちょっとアピールしていこうかな、こうやって。さあ来てくれへんかな。あ、ちょ待てよ、これ周り固められてるぞ。ちょ待て待て、これ周り固められてる。ちょ待て、いったん向こう行こう。あれ作戦やこれ。あ、どうやって向こう行ったらいい。これこっちか。ちょっと一旦ここで、どうやろう、これ絶対作戦やぞ。だってほら、どんどん、ま、真ん中に追いやられてるやん。え、どうしようかな。そうか、ダイナモはその作戦があったのか。俺向こう、俺向こう行ってくるわ。ここのギリ、あ、でもこっちも行ったらあかんのか。ここのギリギリにいようかな。どっから来る。行ったね行ったね、ソロもう来てるね来てるね。きついぞこれ。どうだ、そろそろ真ん中分断来るんちゃう。時間足りるかっていうか、俺の思ってた絵面じゃないねんけどこれまあ囲い込み漁って言ったら囲い込み漁やけど、もうちょっと追いかけたってや、せめて。さあ真ん中来たぞ。あぶな、あ、あぶなんやねんこれ、お前全然ええとこ取れてへんやんけ。はい、ということで次オカリンが漁師パブロでいきたいと思います。なんかさっきの表ターンとちゃうかったんですが、今回僕がちょっとお手本見せますんで、はい、皆さんよろしくお願いします。まあ、囲い込み漁って言ったらさ、例えばこの赤いやつ、これをこないして、こないして囲い込み漁していくのを想像してたんですよ僕は。でもなんか違うかった、網張ってきたね周りになのでまずは縦を分断して分断してってね、やっていきたいと思います。はい、お願いします。さあ行くぞ、囲い込み漁の始まりだ。行くぜ。まずは分断やな、まずは分断。ここら辺でこう、こないしてこないして囲い込み漁。オッケー、囲っていけ囲っていけ、いいぜ、囲っていけ囲っていけよし、あかん、そこまたげんのか、そこまたげ、あずい、うん、いいぞいいぞいいぞ、囲めてる囲めてる。このまま相手の移動するところをなくしていけば俺の勝ちなんですが、意外とインクが足りないですね。てかいけるかこれ、インクの太さ的に無理な気すんねんけどどうな、よいしょ、囲め、あ、いた、ぶつかったぶつかった。オッケー、あかんか、まだあかんか、ほいほいほい、オッケー、あー疑惑の判定、疑惑の判定です。オッケー、もうちょっともうちょっと、どれが俺のインクや、
どれが俺にかわからんなってった。よしよし、こいつがついこいつやな。絶対仕留めるぞ。囲い込め。囲い込むのって結構難しいな。あ、ぶつかった。俺の方が速いのか、移動速度。見えへん見えへんね、お前。見えづらいんじゃ。くそ。まずどんどんこうやって相手の領地を削っていく、それが大切ですね。よいしょ。あ、今人状態になってたけど、あれはどうなんや。俺見てなかったからセーフにしたいところですが。よいしょ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 。かっこいい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 。よいしょ。おろろろおろろ。もうちょっともうちょっと。オッケー。もうちょっと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 。いけ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 。押し切れ最後。囲い込め囲い込め。オッケー。もう完全に囲い込んだ。よし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 。もうあとこいつ時間の問題やろ。あとはこいつの陣地をどんどん少なくしていくと。オッケーオッケー。よっしゃよっしゃよっしゃ。一人捕まえた。はい、次昆布トラックで香里さんがガチ歩行を持ってやってくださいます。で、今回からはインクを飛び越えることを禁止とします。はい、囲い込み量なのになんで飛び越えられるんやって話なんですけどね、今までね。はい、さあ飛び越えられなくなったということなので、より囲い込み量らしくなったのかなと思いますが、どうなるんでしょうか。ちょっと今まではねきつすぎた。うん、さあ塗りはこれぐらいでいいかな。そこら辺ちょっときついよ。オッケー。さあ始まりました。さあガチホコはね、時間制限があるが塗り爆発ともにね優れてるんで、さあどうなる。まずは取るとっからね。それに巻き込まれんな。それに巻き込まれんなよ。オッケーオッケー。ほんで止まること禁止やから、そこら辺忘れずに。あ、じゃあここきつ、ここ全然濡れてないやん。ここめっちゃきついねんけど。どうだ、まず向こう。やばい、そういう分断の仕方か。お花作戦な。お花作戦。一気にきつくなったせ、めっちゃ塗り性能高ないっていうか。まずい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 。よしよし、向こう行け向こう行け。とりあえず向こう行け。囲い込まれるぞ。食い物にされるぞ。赤赤、ちょっと待って、ちょっと待って。ここまずい、ここまずい。ちょっと待って。危なまずい。おお、赤もうここ行かれへん、ここ行かれへん。完全に分断された。あ、どうしようここしかないねんけど、俺も完全に囲い込まれました。あ、でも向こう行ける。オッケー、俺のエリアはあとここら辺やね。さあまだ味方チームは捕まってないですが、ちょっとアピっていく、アピっていっちゃう。あ、まずい。あー、完全に分断されましたねこれ。僕とセキシーさんが、あかん、まずい、あかん、あかん。あーっと、人状態になってしまいました僕。ごめんなさい。第一確認僕ですかね、僕ですね。はい、ここら辺から見とこうかな。お、イカコさんが、もうイカコ完全にあかんけどな、あれもう完全に孤島になってる。イカコは、お、カヨさん捕まった、カヨさん捕まったって。もういつの間にか自陣おった。じゃあ残り2人30秒捕まえられるか。よいしょ、もう完全に捕まってるぞ。香り見つけろ、ここにおるぞ狭っ、めっちゃ狭いやんっていうか。で、イカコもたまれ移動できひんねやろな。ちょっと見に行こうかインクまたげへんから、もう完全に捕まってもうてる。ここですよ。はい、次ハコフク倉庫。今回はちょっとガチアサリで囲い込んでいくわけなんですが、まあ、ガチアサリね全然濡れないじゃないですか。だからちょっと却下しとこうかなって思ったんですけど、もしかしたらガチアサリが一番うまいことを囲い込めるんじゃないかなって僕今思い出してきたんですよ。多分ガチ歩行はたばれ派手すぎて、誰がどこにいんのかっていうのを多分見失ってたと思うね。でもアサリやったらこう一歩一歩こんな風に塗っていく必要があるから、例えばこのルートやったらここにさガチアサリポンってやるだけでもう心道閉ざせるわけやん。だから一番やりやすいかもしれへん、まさかの。はい、始まりました、スタートでーす。まずい。え、アサリ持ってないやん。アサリ持ってないやん。俺のも分けだろ、分けだろ。よし。オッケー、できた、できた、できた。逃げろ、逃げろ、逃げろ。囲い込まれるぞ。さあ、そこからワンスタンプ、ワンスタンプね。徐々に、徐々に、囲い込むわけですが。ん、なかなか動かないね。あ、来た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 。来たぞ、来たぞ。そう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 。その感じで来るから。まずい。でもね、隙間を開けちゃったら意味ないんよ。あ、そうか。動けへんのか。じゃ、遠く投げすぎちゃう自分。ちょっと。いや、これ隙間開けたら意味ないって。ここ埋めずに。あ、そう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 。それで分断できるから。いや、いらんいらんいらん。香り込めいらん、これ。
ちょっと待って、どこ逃げようかな。どこ逃げよう。二人ぐらいいてもよかったかもしれへん。でもこれむずいな。この間移動しよう思ったら、よいしょ。てか止まるの禁止やから、止まらずに行きたいねんけど、ちょっと、この、おっきなハスコラが、すごい邪魔なんだ。こっちとか行っちゃおうかな。さあどうだ？とりあえずずっと移動しとこう。うん。どう来る？危な、危な、危な、危な。じゃあそこ封じやんといてな。そこ。まずい。そこ封じられたら俺逃げられへんで。とか言って封じてほしいんやけど。封じて封じて、ここ。封じてください。盛り上がるんでそっちの方が。あ、完全に囲い込んだ、ここ。そこにいると予想したんか？誰かいる？いや、誰もおらんな。そこ誰もいないです。見当違いです。ヒロさん。ヒロさん見当違いです、それ。まあ、しゃあないな。あれや。着ぐるみ着てるから。あ、待てよ。こっち来たな。まずい。一応こっちも行けるけど、どうしようかな。下行っちゃう？下行くか。どこだ？あ、あさり、あさりになってもうた。あさりになってもうた。いらんいらんいらん。誰か拾ってええで、それ。あげるわ。自分の位置わかるけど。おーっと、積成お前。自分の位置をバラしていく。どこおる？あ、まずい。持っとこうかな、俺。俺持っとくわ。こうしたら多分来てくれるやろ。あ、まず、まず、まず、くる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 。よし、ここら辺に言うかな。お、誰や、積成分かっとるやん。さすがに見つからん、時間足りひん思ったから。ちょっとガチあさり持ちます。お、捕まった。誰か捕まったって。かおりさん捕まりました。そうだ。とりあえず向こう逃げるか。よし、向こう逃げよう。あー、でもこっちも封じられてんのか。まずい、来た。囲い込まれる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。よいしょ、ここ行けるけど、行ける場所がねえな、もう。どうする？あれ？違うとこ行ってる？違うとこ行ってるな。あ、イカコさんまずい。イカコさんまずい。で、俺一応、止まってもいいかな。ガチャアサリ持ってるから。あ、もう赤のちゃう？めっちゃ囲い込まれてるぞ、イカコ。あ、完全にアウト。おお、危な。よいしょ。ここ逃げよう。あかん。でも行けるとこあらへん、俺。どうしよう。行けるとこあらへん、行けるとこあらへん。こっち行くしかない。右か左か。あんまり塗ってないねん、ここ。あ、これまずいぞ。ほい。こっちは塗られてるやん。ちょっと待って、塗られてる。くるんちゃん。まずい、来てる。まずい。あれ、こっち。まずい。こう、だって降りたらさ、もうあかんやん。囲い込まれた、完全に。まずい、来てる。来てる。どうしよう。もう動かれへん、こっから。動かれへん。あかん、囲い込まれた。あー、アウトー。ちょっと緩めの判定でした。はい、お疲れ様でーす。はい、それではラスト、天美術大学でラスト、イカコさんがパブロでやっていただきます。そんでね、皆さん、お知らせがあります。この最後、第5回戦にして、ルール、完成しちゃいました。はい、まあ、その名も、まあ、大体同じなんですけど、今までね、俺らがどこにいるかってのが分からなかったじゃないですか。まあ、例えばガチホコの時とか、それを解消するべく、今回から、ガチアサリを持とうという、はい、持ってれば、位置が分かるんで、それで判別しようということになりました。ていうか40個もあんの？ステージに。それが一番不安やねんけど、1個できたやろ？よいしょ、ここ登れへんのか。なるほど。ほんでこっちに4つある。OK、25個。結構あるな。ガチアサリ4個作れるか？いけるか？よいしょ、ここら辺塗っといて。ここら辺追い詰められたら負けやな。よいしょ。OK、できた。33個。残り7個あるでしょうか。てかもう時間ないねんけど。全然時間ないやん。塗れてる？みんな塗ってな。あ、まずい。もうあかんやん。4個足りてないぞ、お前。ここに4個ある。ここに4個あるで。あともう一人誰？かおりさん。おー来てるやん。まず。囲まれるぞ。パブロ早いからな。よし。あれ？上行かれへんねんけど。あれ？自陣が上行かれへん。めっちゃ狭いやんっていうか、じゃあ。めっちゃ狭いやん。どない？おぉ。ま、危なっ。囲まれた？やばい。囲まれた。でも、まだここある。まだここあるから。いや、でも移動できんか。完全に囲まれてもうたな。どうする？ジャンプで。よいしょ。OK。ジャンプで乗れた。壁登りはあかんけど、ジャンプは OK やから。よし。どない？あ、一人捕まってる。かよさんがもうアウトですね。
あ、もう一人捕まりました。まずいぞ。石星、石星向こう。よし。ここにいる、ここにいる。今、あかん、あかん。道がない、道がない。あかん、この上、あかん。くそ、その上からへんかった。マジか。よいしょ。まだいける、まだいける、まだいける。まだいける、まだ、ああ、押し出し一本。はい、押し出し一本です。ありがとうございます。くそー。やられてしまった。香りもやられた？てか、こっち行かれへんな、これ。大悟さんやってんけど。リズッチ行けるもんや、思て。あと、石星さんっすね。さあ、囲い込まれてます。囲い込まれてます。あれ、リズッチ行けてるやん。石星、お前。どうやって行ってん、それ。どっから行った？さては、壁登ったな、あいつ。壁登らない、行けへんはず。スポンジ使ったんかな？あ、プレゼント持ってるやん。プレゼントもらおうかな、俺。ありがとうございます。石星さん、もう時間の問題。追い詰められてます。囲い込まれてます。追い詰められてます。おお、どうだ。もうちょっと粘るか。石星、もうちょっと粘る。さあ、ちょっとその奥でモヤモヤしないでほしい。見えない、見えないぞ石星。さあ囲い込まれた。おお、どう。4人確保ということで。いや、これちょうどよくなりましたね。ついに、ついにルール完成しました。ありがとうございます。